旧田中銀行博物館は、山梨県甲州市勝沼町勝沼にある歴史的建造物である。1898年頃に施行建築されたものと推定されている、明治初期の山梨県内に建設された藤村式建築の流れを組む、義用風建築である。博物館として活用されている旧田中銀行社屋は、 敷地内の土蔵と共に1997年5月7日に国の登録有形文化財に登録された。また、2007年11月30日には、経済産業省により、前述した、社屋、土蔵、及び、眉蔵を加えた3県が、甲州市のワイン醸造を支えたインフラ施設、建築物として近代化産業遺産の認定遺産リストに選ばれた。 旧田中銀行博物館のある、甲州市勝沼町勝沼は、甲州街道の宿場、勝沼塾として栄えた、宿場町である。江戸から甲府へ向かう甲州街道の南小笹子峠を、越えると、細かい塾、鶴瀬塾と山間部の小規模な宿場が二宿続き、次の勝沼塾は、山間地から平坦地の甲府盆地に入った、最初の大きな宿場町である。旧田中銀行は、 勝沼塾のほぼ中央、甲州街道沿いの北側に位置しており、博物館として公開されている建物は当初、勝沼郵便電信局舎として1898年頃に建てられたものである。郵便電信局舎、銀行、住居、博物館と用途を変え、その都度内部は間取りを含め改修されてきた。郵便電信局舎として建てられたものの、 登録有形文化財の名称が旧田中銀行社屋であるのは土蔵や三階建ての眉蔵など銀行としての定裁が整っているためである。当時新宿駅から八王子駅まで開通していた神武鉄道を甲府駅まで延伸する工事に伴い予想された電信需要に備えるために勝沼郵便電信局舎は建設された。明治期に山梨県内で建築された旧。 む沢学校,校校舎などの藤村式建築を手掛けた下山大工の棟梁である松木明院によって施行されたものと伝えられている。松木明院は1843年南部下山に生まれ、主に義洋風の学校建築を手掛けた人物として知られている。その外観は明治期の代表的な洋風建築である初代帝国ホテルなどに見られる。 組石作りの外装をハイシックイで真似た横島模様のパターンで当時の盛官技術の盛んな様子を伺うことができる。また、車寄せの八角の柱には細かく、のみで矢羽根状の装飾が施されており、玄関扉上部の建物2階の正面にはベランダが設けられている。松木明園に建設を依頼したのは、勝沼郵便局の前身である。 勝沼郵便取扱所の所長であった、田中栄作であった。田中は、勝沼塾に隣接する東山梨し郡とどろ村の古町を務めていたことから、1876年に隣村の宿村に作られた、義王風建築の宿学校や、1880年に完成した義王風建築、勝沼中学校の建設に関わっていた。その際、宿学校の建築を手掛けたのが、 松木秋ラインであり、それ以来二人は旧地の中であったという。郵便電信局としての業務を終えた建物は、1920年に創業した田中銀行、山梨田中銀行とも呼ばれる。の社屋となる。一階部分に当初4つあった部屋は、壁が取り払われ、カウンター等が設けられた。また、社屋の裏手には、銀行取引の重要書類等の保管施設として、 土蔵、および、眉倉一棟、米蔵二棟が整備された。戦前までの勝沼の主力産業は養蚕であり、田中銀行は眉を担保に農家への融資を行い、眉の出荷所の機能も担っていたという。今日博物館として公開されている内装や間取りは、この時の改修によるものがベースになっており、手すり付きの螺旋階段や陶器でできた便器などが残されている。 扉の随所に見られる薄いペンキの上に濃い色を重ねて作られたペンキ木目と呼ばれる模造木目は山梨県内にはほとんど残っておらず貴重な資料となっている。またソファーやタイプライター、頭取りが使用した事務机など当時使用されていた備品も数多く残されている。昭和教皇などにより1936年に業務を終えた田中銀行は 東取の田中家の住居となった。建物2階の和室3室は、公衆街道を挟んだ、田中本家、第二次世界大戦中疎開していた、北白川の宮家の自住、三戸誠に住居として使用され、北白川の宮家書園の品々が、今日もそのまま残されている。北白川の宮家と田中家との縁は、1913年11月に、山梨県で開催された、 軌動演習に参列した、北白川宮重久王の宿舎として、田中家が御用を仰せかった時からのもので、その後も数回にわたり、複数の宮家の宿舎や休憩所として、田中家は利用されていた。義陽風建築の社屋は、旧田中銀行社屋の名称で1997年5月7日に、国の登録有形文化財に登録された。登録基準は、 造形の基盤となっているものである。外壁が、レンガ作りを模している土蔵は、旧田中銀行土蔵の名称で同じく1997年5月7日に、国の登録有形文化財に登録された。登録基準は、国土の歴史的景観に寄与しているものである。登録翌年の1998年12月に、所有者の田中家から、当時の勝沼城に寄贈された。 その後、建物の内装や外壁の修復、裏手にある土蔵周辺の整備が行われ、2005年から旧田中銀行博物館として一般公開されている。博物館の管理運営は、甲州市教育委員会に委託を受けた地域住民から構成される旧田中銀行ともの会のボランティアによって行われている。ありがとうございます。